はいそれでは三番目のスピーカーですよ松田マリンさんです皆さん拍手でお迎えくださいおはようございますよろしくお願いしますはい、はい、松田マリンと申します、えー、グラフィックレコーディング通称グラレコっていうものをやっておりますグラフィックレコーディング CEO の松田マリン海と書いてマリンと読みます本名ですどうぞよろしくお願いします 今日は自己紹介とグラレコについてとこれからやりたいことについてっていうところでお話しさせていただけたらと思います。緊張してます。えー、大学生の時にグラフィックレコーディングを独学で、えー、実践してみて、えー、大学生の時にフリーランスになってそのまま今フリーランス5年目今年6年,、えー、今年今月6月で会社になりました、えー、社会の組織だったり、えー、対話っていうところを促進して課題,課題 解決に貢献していきたいなと思ってますブラレコって何ってよく聞かれるんですけどこういう風にリアルタイムで対話今日のお話だったり会議の中っていうのこれもその場であの会が終わると同時に書いてます書いてそれをもとにあの皆さんでディスカッションしたりとか書きながらこれってどう思うとか可視化してあげるっていうのをやっていますでえー、っと いろんな企業様だったり、えー、コンサルさんと組んで、えー、組織の中の新規事業のプロジェクトを最初に見える化してあげたりだったり、えー、講師とかっていうところでも書かせ、えー、講座グラレコを通して可視化の価値っていうところをお伝えする、えー、ビジネス、えー、ビジュアルコミュニケーションを探,探求しておりますでなんで始めたのって聞かれるんですけどもともとは大学時代にファシリテーション講座っていうのをやっていましたそのの講座の中で、 えー、グラレコを実践してみたところあすごいいいねって言ってくれてで会社に持って帰って共有したよとか振り返るときにまとめやすかったとか、えー、っと久しぶりに人の仕事で、えー、感動したとか言ってくれてその言葉を、えー、糧に今までやってきました。 もともとノートテイカーっていうボランティアをしてたんですけど聴覚障害を持った学生の横で大学の講義をようやく筆記するっていうところをやってました全然絵が描けなかったんですけどようやく力っていうところはそこで鍛えられたのかなと思いますで、えー、グラレコのキーワードとしてリアルタイムっていうところはすごい大事なんですけどリアルタイムだからこそ双方向の対話をサポートできるかなと思ってますきっと皆さんなんか言ったけど伝わらないなとかあれ帰ってきたの違うなってあると思うんですね そこをを可視化しててあげるこここととでで共通認識を取っいいくっていうところができます。これは NHK の生放送を今年のお正月番組に書かせていただいたんですけど Twitter でえーご意見があるのをそのまま書いて番組の進行をえ可視化してあげることでこういう意見あるんだねじゃあこう進めようっていうところをえサポートさせていただきました銀シャリさんとかがゲストで進めていただきましたね。で、可視化が、え、ー 必要な1つ目が情報が早く確実に伝えることができるというところがあります。話している時より6.5倍見る方が、えー、理解できるって言われているので、えー、こうやって見せてあげることで大事かなと思ってます。2つ目 会議を、えー、発散しがちな会議ってよくあると思うんですけど、まとめやすく、現在位置を確認したり、ゴールを確認したりすることができやすくなります。全体を俯瞰してみることができるので、本質的な議論に集中ができたよっていう言葉をいただいたこともあります。社長の話と新入社員の話、同じ文字の大きさで書いてあげるっていうことで、本質的な議論ができるのかなと思ってます。3つ目は認識のすれ違い。先ほどお伝えしました。A って言ったのに、 b っっっっててて伝わってたってきととあると思うんですねそういうところをあとは何かしっくりこないとか何か違うとかってあると思うんですそれを、えー、書いてあげることで伝わるわかるっていうところをサポート,ポートしていますまたこれ後ろに池上彰さんがいらっしゃる横でこういうふうにもぞ押しで書いてたんですけどこのもぞ押しで出来上がった池上さんのお話っていうのを、えー、帰りに写真を撮って振り返りだったりなんか 会社の人とかご家族とかに共有するっていうところをお伝えして、えー、サポートしてますで、えー、この6月に可視化が和の促進とかコミュニケーションの促進の選択肢になる未来を描けるようにとグラフィックレコーディングで会社にしましたなんか皆さんがうまく伝わらないなとかがあったら書いてみようかなって選択肢の一つになったら嬉しいですでそう思った理由として私は沖縄県出身で沖縄で生まれ育ちました えー、なんか若年出産が多いとか、えー、貧困層が高いとかいろんな課題があるんですけど私もシングルマザーの元ですごい貧乏で育ちましたでそんな自己責任だけでは解決できない課題が多い中で私は貧困層から、えー、自分の力で抜け出した経験がありますは、えー、高校生の時に自分で教科書とか検定代とか、えー、携帯とかいろいろ払いながら、えー、650円のアルバイトで大学資金を貯めたことでなんか自分で働くことで 自分の人生を選ぶことができたっていう成功体験ができました。で、えー、たくさんの課題の当事者で自分も貧困そうだったし友達が、えー、友達の家庭もそうだったり貧困の連鎖っていうのをすごい感じていてで、えー、高校生の時に難病にかかって今も薬を飲んでるんですけどなんか自分だけの責任じゃないっていうところをすごい感じてでやれる時にできることをやらなきゃいけないなっていう思いがすごいあります。なのので、あのー どういうふうに貢献できるかなって考えた時に、えー、2つあって1つは企業さん向けに沖縄の企業さんのビジネスのサポートをして自分や家族の時間を大切に取れるようなお手伝いができたらいいなと思っています2つ目は子ども向けっていうところでなんか子どもたちの伝えるとか自分の気持ちをもっと豊かに表現できるようになるっていうところで可視化を、えー、なんか。 喋ると同じランゲージ言葉の言語と一緒に書くっていう言語があってもいいのかなと思ってますそういう風なワークショップとか教育の分野にも関わっていきたいなと思いますこれすごい可愛いんですけど4歳ぐらいの男の子とワークショップで誰か発表してくれる人って言ったらこれ喜怒哀驚きみたいな線を表現してもらってるんですけどなんか男の子が悲しいは水色で雨を降らせましたって説明をしてくれたんですねそういう豊かな表現とかを育んでいけることで あの子どもたちの可能性とか自分を表現するを伝えていけたらなと思います、えー、私はこのベンズっていうのが大好きなんですけどなんかあの将来悩んだ時に一個のフレームワークでしかないんですけどこのやりたい求められてるできるっていうところが重なるところを、えー、自分で考えた時にあなんか福祉やりたかったのにそのなんか気持ち的にできないみたいなところがあるとこの図に当てはめた時にあのすっきり自分の中でしたことがあるんです。可視化をする 通して、えー、自分の気持ちが表現できた経験があったので、ぜひ可視化皆さんご自身の手元でしてみてください。ありがとうございました。はい、松田さんありがとうございました。あのそういえばテレビとかでなんか見たことあります。<laughs> あの誰かがお話をして横で <laughs> なんかそのリアルタイムでその場でこう <laughs> まとめていくみたいなあの。 見たことああるんですけどまあ、なんかそうは言ってもめちゃくちゃテクニックっていうかね、うん、スキルがいるようなことかなと思って<ー>その場で皆さんが何人かお話ししてることをなんか第三者がそのみ、ま、見ても分かるようなまとめ方っていうかなんかあれってコツかなんかあるんですかね<ー>なんかすごい難しそうな感じがするんですけどね。結構私はグラレコと呼んでるんででるすけど <laughs> もうあのもうあの人の話が今 これは今主語を言ってるんだなとかはい、はい、あゴールの話をしてるんだなとか例え話してるなっていうのをなんか自分の中で聞きながら瞬時に判断をしているのを、はい、多分ノートテイクっていう、はい、あのお話をまとめるものをやってたことで、あのー、なんかグラレコ菌が鍛えられたんだろうなっていうのでう私的にはいっぱいたくさん人の話を聞いて分解してそれをどう 出せるかっていうのをめっちゃやりまくるが、はい、一番鍛えられるかなと思ってます。えー、そうなんですね。はい、なんか僕もサラリーマン時代会議とかであんな欠かせられたけど全然なんかもうなんかブーイングだったんだよ <laughs> <laughs> そんなこと言ってねえよみたいな。そんなことだから,だからこのスライドもさすがに見事ななんか構成になってましたし、さすがだなと思いました。その会社化して、うん、あの。 私たち普通の人にもこうなんか教えるみたいなこともやっていくんですかねえっとこの前、それこそあの東京都運営する、えー、スタートアップのところで講座をさせてもらったんですけど、はい、結構皆さん書くことに提供あ抵抗が最初あるんですけど、はい、やっていくと楽しいとか言ってくれて。 あの講座っていうのも今通信向き個人にはやってないかったりするけどご依頼があれば企業様と一緒にとかあなるほどはい、はい、公開とかでやっております,すねちょっとなんかでもアウトプットって本当に大事だと思うんでこれから多分こういうのってすごく大事なことだと私個人的に思いましたありがとうございますはい、はい、えっとあそうだ質問が何かありましたっけはい、はい、<laughs> 皆さんグラレコって聞いたこと見たことある人いますか 私、えー、と今初めて2017年とかに始めたんですけど全然、こういう会場でも手が上がらなかったのでグラコロとかドラレコとか本当聞き慣れない言葉ぐらいだったのでこう手が上がってくれてすすごごいいい嬉しいです、はい、ありがとうございます、はい、YouTube をご覧の皆様もあのグラレコ聞いたことがあるかそれからそれの思いをコメント欄に。 書いてくださいね後で皆さんクロストークでまたそのネタ拾ってお話ししたいと思います松田さんでしたありがとうございましたありがとうございました